今回は意外と知らない、決してやってはいけない暮らしの悪習慣14選をご紹介したいなと思います。よかったら参考にしてください。それではどうぞ。洗面ボウルのお掃除にメラスポ、これは NG。 メラスポは汚れを削り取るので、場所によってはコーティングが剥がれ傷がついてしまう。磨くときはスポンジを使ってね。こちらのスポンジはニトリの商品、ピタッとくっつくのでどこに置こうかという心配もないのでおすすめです。次はシンク。シンクもメラスポ NG、 傷がついてしまう。排水溝の網を変えるときに、その前に排水溝の網でシンクを磨くようにしています。そうすることでシンク用のスポンジを用意しなくてもいい。ティッシュで液晶画面は NG。 よく絞った雑巾で拭いてから空布巾で拭きます。ティッシュは意外と繊維が硬く、デリケートなテレビ画面を拭くと画面を傷つけてしまう恐れがあるので注意です。ほこりを水拭き。乾いた汚れは乾いた状態でお掃除するのが基本。水拭きするとほこりが水分を吸い、くっつくので落としづらい。床掃除の時に窓を開けるのは NG。 床に落ちているほこりが舞い上がってしまう。ということでこの時は窓をしっかり閉めて掃除機をしましょう。トイレ床の掃除機。トイレ床は尿が飛び散っていることもあるので衛生的に良くない。その掃除機でリビングなどをかけてしまうと最悪。これでは雑菌を撒き散らしているのと同じ。面倒かもしれないけどトイレシートで拭くのが一番。そしてクエン酸も使うと効果あり。私は壁もクエン酸で拭いてます。そして使っているワイパーはトイレクイックル。ミニワイパーなので小回りが効いて、トイレの奥まで膝をつかずに楽に拭けちゃう。着脱も簡単です。汚れたシートは触らずに捨てられます。かなり衛生的です。冷蔵庫の上にサランラップ。汚れ防止のためにサランラップをしている方が多いかと思います。でもこれだと放熱できなくなります。ということでするならフィルター。これなら大丈夫。ただフィルター飛んでしまうんじゃないかって心配な方は、こちら100均の磁石マグネットで止めると飛ばない。かなりね強力的です。上にサランラップといえばレンジフードの上。我が家はレンジフードの上にサランラップを敷いて、あとは飛ばないようにマグネットで止めています。こうすることによって掃除も楽だし、あとラップを敷いてないとホコリが飛ぶ。なんかね、一回ね落ちてきたことがあったんです。どんだけ溜めとんねんっていう感じなんですけど、そういうこともあってラップを敷いています。はい、3ヶ月経つとちょっとね茶色くなっています。まあ、こうすることによって掃除も楽だし、見てください綺麗ですよね。はい、ということでレンジフードの上はサランラップ OK です。料理後のフライパンをすぐ洗う、これは NG。 コーティングが剥がれやすい。そして劣化が早まってしまう。ということで冷めてから洗いましょう。洗い物終わってスポンジを泡のまま放置していませんか？食べかすが菌の原因に。しっかり洗いましょう。
私はさらに洗剤をつけてよく揉んでよく洗い、そしてしっかり水を切っています。そうすることで匂いも菌も防ぎます。そして泡もしっかり流すと泡跡も残らずすっきり綺麗を保てれます。お風呂から上がって扉を開けたままにしていませんか？扉を開けた方が換気ができると思いますが、開けておくと脱衣所の方に湿気が溜まってカビが生えるので絶対閉めておくこと、浴槽の換気は忘れずに。濡れたまま洗濯機へ入れていませんか？雑菌が繁殖します。洗濯カゴ代わりにするのはNG。 タオルやバスタオルなどはしっかり乾かしてから入れましょう。洗濯機の蓋を閉めていませんか？洗濯後は開けておきましょう。蓋を閉めてしまうとカビが生えやすくなります。カビは湿度、栄養、酸素がある場所に生えます。蓋を閉めた状態はこの3つの条件が満たしています。なので開けておきましょう。バスマットを敷きっぱなし。長い間敷いているとほこりや髪の毛のたまり場に。そうなると次足を置いた時何かついてるかも。皆さん、キッチンリセットはどうやっていますか？最後に消毒として熱々のお湯をシンクに流していませんか？こうすると配管を傷めてしまいます。どうしても流すなら水を出しながら一緒にお湯を流していきましょう。こうすることで配管を傷めません。最後はたまに見かける魚焼きグリルを使っていないからといって廃校にアルミホイルをかぶせている。これは NG。特に IH、 廃校には空気を通す役割があります。廃校の役割が料理の出来上がりを大きく左右します。掃除が大変だからといってアルミホイルなどをしてしまうと料理しても水分が飛ばず水っぽくなってしまいます。廃校の役割は本体内部の温度上昇を抑えて冷却ファンが作動し吸気口廃校から吸排気を行います。廃校に手をかざすと風が出てきているのがわかります。もしそれでも廃校にカバーをするなら専用のカバーをする、もしくはグリルを開けっぱなし、廃校片方だけでも取り外すと大丈夫です。片方外すのはガスコンロも同様です。参考になればと思います。